大宮の J に昇格に貢献した杉本健佑生きてると感じる。いろいろな期待とかを含めて、もちろん試合に出られていることもあるし、あまり大宮のことは知らなかったし、ここに来るとも思っていなかったけど、本当に楽しくできている。ただ単に楽しいだけでなくて、厳しさやチーム内での競争、全部を含めて生きていると感じる。それは本当にカテゴリーは関係ない。周りは言うけど、敵戦選手の方が多いと思う。ここで、真剣に。実際に挑戦しても苦しんでいる選手も多い。俺もそうやけどね、俺も30歳を超えて、いつまでできるかわからん中で、サッカー選手っていいなと思う。まだ引退とかはないけど、昔できていたプレーとかはちょっとずつ変わっていっている感覚はある。それは別に悪いことじゃなくて、あまりそれを考えすぎても、しがらみは抜けない。昔はこれできてたとか、結構俺もあったけど、それを捨てるようにして、今自分ができることを最大限でプレーするように心がけています。健佑大人になったな。社会人リーグでプレーする選手にも通ずる何かがある気がする。健佑、充実しているシーズンを過ごせているようで何より。素晴らしい場所を見つけたみたいで安心したよ。うん、少なくとも大宮のサポーターにも受け入れられてるんだろうし、J1 昇格に向けて J2 でもゴールたくさん決めてほしいとこやね。個人の成績は置いといて、やっと落ち着いた感がある。いろいろとユースから見てたので。自分を評価してくれる環境、自分の成長が感じられる環境はカテゴリーに関係なく幸せなこと。健佑偉い起動するのかな、ジュビロに戻ることはないだろうけど、大宮に残るのか、別のクラブに移籍するのか。まあ J さんなら多少使えるんじゃない?と思ってたら無双したね。やっぱりうまいわ。同じ J2 を戦うなら岩田に戻るより大宮に残った方がいいんじゃない?やっぱりね、適材適所というかそれぞれのレベルに合った場所でやるのが本人や周りも含めてみんなが幸せになれるのよ。大宮の王として J1 で浦和にハット決めてくれ。